明日への扉、ホスピタルオブミラクル、メイキング編。一個一個丁寧に頑張っていきたいと思います。この社会貢献メイクなので、やっぱりそういう伝えれるようなミュージカルにしていきたいと思います。ほぼ双子みたいな感じの設定なんで、性格とかも多分違うし、見た目も違うけど、双子みたいに生き合わせれるように頑張ります。高嶋さんに負けないように元気にやりたいなって思います。音程も高いし難しいので、すぐにはできないかもしれないんですけど、動きがあるとやっぱ難しくなるんで、その練習も早めにしてったら本番までにはできないかなと思います。もっと自分なりにできることをやっていって精一杯頑張りたいと思います。頑張ります。すごい難しい振り付けだけど、一応アクションファンなのでしっかり決めるように頑張っていきたいと思います。精一杯頑張ります。ダンスも歌もしっかり悔い残らないように練習します。頑張ります。全部のダンスをしっかり完璧にできるようにもっと練習頑張りたいと思います。誰か一人にでも注目されるような役者さんになりたいです。舞台に来た人に、こんなもんかとか思わせないように、期待以上のものを以上のものをお見せいたします。はい、ありがとうございました。よっしゃ。 To be continued.